はいどうも、マジシャンサーチです。イエイエイということでですね、今日ご紹介するのは書籍レビューでございます。私、本がね、結構好きなので、かなりですね、いろいろ本を読みます。なので、どんどん紹介していこうかなと思うんですけども、今日ご紹介する本はですね、こちらでございます。ザンツ福本伸幸さんの本でございますね。逆転する名言者、人生を逆転する名言、知ってる方は知ってますよね。男性の方なら結構読んでる人多いんじゃないかな。カイジ、赤木、銀と金とかですね、天とかですね、さまざまなギャンブル漫画とか人間の縮図を描いた漫画を、リリースされてる福本伸幸先生の、名言、このね、いろんな漫画に登場するキャラクターの名言を集めた本になります。これガイとかですね、黒沢さん、黒沢さんってさん付けするのがあれなんで、黒沢とかですね、これはゼロですね、ゼロね、結構漫画持ってますよ、ゼロも読んでますね、ちなみにゼロでございます。はい、これですね、ゼロ、これも私の愛読書でございます。非常に面白いということで、その中で、特にピックアップされた言葉がこの中に載っているということですね。まあ、赤木とかね、主人公赤木はですね、本当に天才のギャンブラーなんですけども、まあ、中学生からね、麻雀を覚えた瞬間にですね、いきなりですね、さまざまな人の癖を見抜きながらですね、麻雀の本質を捉えてですね、その裏を書いて勝ち続けるっていう漫画なんですけどね、冒頭部分ね、赤木、すげえなと思いますよね、発想がね、そういう部分とか結構ですね、言葉一つ一つの単語が重みがあるんですよ。重みがあるし、結構刺さる言葉がね、多いんですよね。かなりですね、ヘビー級の言葉が入っているので、ぐさっとくる人もいると思いますけども、私もそのね、ぐさっとくる気持ちを、真摯に受け止めてですね、人生に生かしていこうと思ってですね、この本を買ったわけなんでね、じゃあ早速言ってみましょう。利根川さんが言った言葉、一生迷ってろ。そして失い続けるんだ貴重なチャンスをというね、迷ってて行動しなかったらいつまでたってもチャンスは巡ってこないっていうね、ことが言いたいと。で、大概の人がですね、せっかく来たチャンスでも行動せずに、そのまま見過ごしてしまう。博打覇王伝ゼロっていうね漫画があります。さっきも紹介しましたね、それの、中に出てくるシルベという天才のね男の子がいるんですけど、その方が言った言葉です。はい、世界を変えるのはいつの時代も命を惜しまない若者だけだっていうね、いいですね、うん、若者が世界を変えてきたわけですけども、そのね情熱あふれる若さゆえのですね、行動とか、これいいですね。はい、博打黙示録カイジの遠藤さんのセリフです。はい、リスクを恐れ動かないなんていうのは年金と預金が頼りの老人のすることだぜ。いい言葉ですね。はい、ということでですね、今回お送りしましたこちらね、人生を逆転する名言集、福本伸幸先生の、ご本でございます。これはですね、本当にまあ何かねやる気がない時とかに見るとですね、モチベーションが上がりますよということで、まあまあちょっとね、なんかしんどいなっていう時はこれを見ればですね、頑張れるということになります。はい、ということでぜひですね、今すぐ見てほしいと思います。ありがとうございました。どうも、動画をご覧くださいましてありがとうございました。もしこの動画がね気に入っていただけたら、こちらチャンネル登録お願いします。クリッククリック、PC の方はこちらをクリックしてください。で、スマホの方は下の説明欄からですね、チャンネル登録の方お願いします。ということで、サロッチでした。イエイイエイ。